はいみなさんこんにちはレノファジローの部屋へようこそさあ今回のレノファジローの企画ですが J2 対戦クラブ別楽しみな新加入選手19人挙げてみました <laughs>、えー、もうね早いもので J2 の開幕まで2週間切りましたいや本当早いですねもうね今シーズンレノファが対戦する19クラブの中から え対戦が楽しみな新加入選手を一人ずつ挙げてみたいと思います、まあ、なかなかこの J2 の動画なんか見てると各チームにフォーカスを当てられることがなかなかないのでどうしてもあの上位クラブばかり注目されてえ悔しいので今回の企画を思いつきました大物の選手将来を期待される選手といよゆる移籍の動きがありましたあー今からねそういった選手をミラスタで見れるのはとても楽しみにしています では昨シーズンの成績が下のクラブから一、えー、人ずつ上げていきたいと思いますはい、先日広島の新しいスタジオも見てきましたそちらの動画もよければお楽しみください3で2位だった鹿児島エナイテッド FC からです鹿児島は岩、えー、茨城明選手です清水エスパルスから移籍、えー、ディフェンスリーダーになれるいい選手だと思いますあ鹿児島さんいい補強されましたね 井林選手密かにレノフに来てほしいなとは思っていましたそして J3 優勝のエイ愛媛 FC 尾崎雄成選手ですビステル神戸から一席尾崎選手は山口県周南市のご出身です神戸の株組織でプレーされてアンダー十八の代表にも入られていますまだ J1 での経験は少ないのですが186センチの大型若手センターバック続きまして栃木 SC からは 南野晴美選手ですガンバ大阪原遺跡昨年は J3 の宮崎でプレーされてるんですが、えー、10得点を上げていますうんなかなか脅威になりそうです続いていわき FC 西川潤選手です、えー、セレスト大阪原遺跡昨年はサガンとスでもプレーされてましたいやちょっとね驚きましたあ西川選手が来るパリ五輪世代期待の左利きアタッカーです、えーね、いわきのフィジカルで どう進化していくんでしょうか。続きましてミトホーリーホックからは野瀬龍星選手です。ギラマンズ北九州から移籍。ここまで J3 で通算8ゴール。ミトさんもあの若手の育成が上手なクラブですので、えー、ね本当に期待の移籍となりました。続きましてベガルタ仙台知念哲也選手です。浦和レズから移籍。左利きのサイドバック。 怪我の影響もあってか浦和ではもうユニプレーにできませんでしたがさあ仙台で再起になるでしょうか続きまして徳島ボルティス橋本健人選手ですレナファ山口から移籍橋本選手が対戦相手として帰ってくる楽しみですまた技術的なプレーの数々楽しみにしています続きましてロアッソ熊本熊城慶斗選手です熊城選手はまだ高校1年生ですが ユースでプロ契約。いやね、楽しみな選手です。本当ね、ロアストは若手の伝用が。うまいイメージがあります。道脇選手に続いて、またね、楽しみな存在が出てきましたね。いきまして、ブラウブリッツ秋田。小松玲選手です。松本山雅から移籍、えー。去年の j ェの得点を。さあ、どこに移籍するのかと思ったら、秋田さんでした。さあ、ね、レノファのホーム開幕戦がまた楽しみになってきましたよ。 続きまして藤枝真由布志さんは中島大佳選手です北海道コンサドーレ札幌から移籍1 8 8ンチの大型フォワードあー和製ハーランドが藤枝に来るんですねおこれは楽しみな補強になってきました続きましてザスパー群馬和田正史選手です岩手グルージャ盛岡から移籍和田選手は J2 に帰ってきましたえっと昨年はおお昨年は11ゴール挙げてるんですね えーまた恩返し団を食らってしまうのしがあが怖い続きましてファジアの岡山ガブリエル・シャビエル選手ですブラジルのシャヴ公演世界遺跡いやほんとね本当耳を疑いましたよ、えー、あのねグランパスとレノファが対戦した時にもうねスピードがすごくてもうケチョンケチョンにされてしまいましたもうあの時の恐怖がね蘇みえってきそうですあー岡山さんは今年もいいお経をされました さあもう少し続きますよければ最後までご覧ください続いて大分トリニータムン・キョンゴン選手です韓国から復帰さあトリニータさんちょっとあの今シーズンキーパーでちょっと苦労した印象がありますので、えー、片野坂監督のサッカーを知るムン選手の補強は大きいのではないでしょうか、えー、J1 でも17試合に出場されています続きましてバンフォーレコーフさんアダイブトン選手です FC 東京から移籍 いや、まあ、私ともモンスター級の選手がジェイスに行きましたね。もうエフ東京では結構点取ってらっしゃいましたね。うわ、もう対戦が今から恐ろしいですね。いや、続きまして、ビファーレン長崎。若原智也選手です。いや、長崎様のゴールキーパーの秦野選手が FC 東京に戻ったので。あ、次のキーパーどうするのかなと思ったら。いや、ね、十分に余りある選手と言いますか。 素晴らしい選手を補強されました京都ではレギュラークラス続きましてジェフユナイテッド千葉さんは林正道選手です末元金沢から移籍さあ二桁得点が期待できる林選手どのクラブが取るのかなと思ったらジェフさんでしたいやージェフさんもすごい補強だ続きましてモンテディオ山形木田龍馬選手ですレガルタ仙台から移籍 さあこの遺跡はちょっと驚いた方も多かったんじゃないでしょうかああ仙台から山形へ東北間の遺跡、えー、左サイドのアタッカーいやねこれはねなかなかね脅威になりそうな補強ですいや本当にね私もちょっと驚きました続きまして清水エスパルス矢島晋也選手ですレノファ山口から遺跡、えー、そして秋葉監督と矢島選手は コーチと選手という関係でリオオリンピックで一緒にプレーされてるんですねいやこのね恐ろしいまたコラボレーションになりそうですそして最後は横浜 FC 福森明人選手です北海道コンサルドルで札幌会議席いやこれもね大驚きのお経ですよ福森選手のフリーキックの精度が素晴らしいのでさあ開幕戦では注意ですよ いやねこういう機会が出るともう怖いですねこう本当にこう吸い込まれるようなキック恐ろしい、はい、というわけで、えー、以上簡単にではありますが、えー、19選手の紹介させていただきましたさあ例ノほう山口今シーズンもねちょっと厳しい戦いがもしかしたら強いられるかもしれませんサッカー史での順位予想は、えー、かなり下の方ということでした下の方かまあそれも仕方がないことかもしれません まあただね、あのサポーターはそんなこと気にせず一丸、えー、となって今シーズンも応援していきましょう。頑張れ、レバー山口。あ、そうそう、ここでお知らせです。あのー、先日あの取材を受けた公開練習の時に取材を受けた番組が、えー、16日に放送されるそうです。えー、NHK さんのワイスペー7時半から、まああのー、インタビュー使われてるかどうかわかりませんが、えー、ねレバーの特集番組ということで、えー、皆さん楽しみにしていただけたらと思います。